どうもシャイコです。今回はここフォレストに来ているんですが、今回はここでパーツボバートにごさずフォールフラットやっていきたいと思います。ここはもう積んでんのがもう分かってるんですよ。最後のドアが開けられなかったんですね。ドアを動かしちゃいけないヒューマンフォールフラットで、だから今回はドアの前まで行こうと思います。でもそんなにもうルートが変わんないんじゃないかな、ドアを動かしていけないヒューマンと。では行きましょうよ。行きましょうよってなんだ。まずここはオール無視でこの辺を壁登りですね。セーブ、あれここにセーブないんだ。そしたらまあこの辺からあの岩で、おっと壁登りですね。この岩も倒しちゃいけない、危ない危ない。よし、この次はもうクレーンのあるところなんで、こっからおいしょ、オッケー、あっちですね。ここはまあはい、次はまあこっからでしょうかね。この足場からこの上に登って、ここもですね、よいしょ、うわー、もうちょっと左の出っ張ってるところからの方が良かったですね。でここにセーブと。その次はどこにあるんだ。一応こっち登ってみましょうか。あんまりね、どこにセーブがあってどこにセーブがあってって後の方の新しいステージになってくるとちょっとね、私覚えてなくてですね。こことかにあるかな。ないない、無駄足、普通にここ壁登りしていきましょう。ここは確かもう動かないんで、これ回転しないんで、ここに岩がある、突っかかってるんで、おいしょ、オッケー、これも飛行機を無視します。やっぱりどこのこのボブニゴ、ボブニゴ、ボブニゴって略してるんですけど、ボブニゴでもあれなんですね、壁登りはもうやっぱり優秀なんですね。次はもう上か、早いな。上となるともう一貫って何、こっちからもう一旦登ってっちゃった方が早いんじゃないかな。あれセーブはどこだ、あここか。でまあ、ここもね、もうゴール、もうゴールですか。ちょっとね、前回シティの撮影に38分かかってるんで、それと比べるとまだ全然、今5分半なんですけど、撮影時間が挨拶も含めて5分半ですから、これね、今頃ねシティだったらね、まだね、あれだね、あのビルの壁を登ってるね、最初の。さあここまで来てしまいましたよ。もうあここはちょっと難しいですね、あの飛行機を掴んではいけないんで、どっかから高速移動グリッチだな、便利。やっぱりもう簡単すぎちゃつまんないですから、一個ぐらいはなんかちょっと悩ましい問題があってもいいんじゃないですか。よし行きましょう。これ触っちゃったらマジで、おいしょ、うん、あーちょっと低いな、しょうがない。前回ももうね、言葉に表すことができないほど壁登りをしてますから、もうお茶の子さいさいですよ。さあもうここです、ここまで来ました。はい、ててーん、このドアさえ開けられればクリアでございます。ここね無理よ。しかもこのドアで、この窓から入れたとしても、ここに、あ中にあの見えるかな、板があるんで、あれどがすのもまたできないんでね、ここはちょっとね、二段構えで無理なんですよね。前ね、ここ入ろうとしたんだけど、どうしてもボブの体の当たり判定で一番でかいところってケツなんですよ、ボブの。ケツというか腰というか、このお腹の部分。そこが引っかかっちゃうんですよね。頭と体はこの中入るんですけど、お腹がもう引っかかっちゃって、通れないんですよ、ここ。やばいやばい、やばい、暴走してる、暴走してる。はい。今回はですね、ここ。フォレストでタツオブアートにごさずフォールフラットやったんですが、ちょっとねシティフォレストと続けてゴールできてないので、ちょっとこれはなかなか悔しいので、次回はですね、ついに研究所ですね、研究所、ラボラトリー研究所ですね。まあ
ラボラトリー研究所は行けるんじゃないかと踏んでいるんですが、久々にゴールできるんじゃないかと踏んでいるんですが、ぜひ交互期待ということで、皆さんこのタツボブあと濁さずフォールフラットラボラトリー研究所がいち早く見たい方ですね、チャンネル登録と通知のオンをしていただけると、俺がその動画をビューンって上げたら通知がドカーンって届きますので、皆さんの元にぜひともその機能もご活用していただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。動画投稿の励みになります。バイココ。